こんにちは、関口慎吾です。この動画では僕の曲「ノースウィング」の奏法を解説しようかなと思ってます。ありがたいことにこの曲、たくさんの人がね、インスタとか YouTube とかでカバーしてくれて、たくさん見させてもらったんですけど、結構ボイシングとかコードがちょっとね違うのが多かったので分かりにくいかなと思いまして、タブ譜とかはないんですけど、ちょっと解説しようかなと思います。興味ある人は見てください。はい、ということでちょっと解説していきます。まず最初のコードなんですけど、これ C メジャーセブンスになるんですけど、普通のこういうんじゃなくて、6度の音とナインスの音が入ってる押さえ方になります。これなんていうのかちょっとよくわかんないんですけど、このボイシングですね。で、メロディーが2弦ですね。2弦の G かな。次は Bm7 ですね。僕はこれ1本で、制覇で押さえてます。で、普通 Bm7 だと、こうやって押さえるのが一般的なんですけど、ちょっとこの後メロディーでこの薬指使うので、ここの音は割愛なので、基本的にはこれ指弾き向きの、押さえ方になるので、これピックで弾いちゃうとね、このいらないこの音とかがね出ちゃうんですよ、流れで。なので、できれば指弾きかなと。いいですか。2弦と3弦で、こういう感じ。これは全部ピッキングしないで、ハンマリングとプリングでいいんじゃないかなと。で、このまま全音下がって Am7 スで、トップの音がね、これ、C の音かな、3弦で、メロディーが、ここの制覇してる A の音から B の音に、これもハンマリングでいきます。そのままこの、制覇を1弦下げて、これはコード的には、C4D かな、ルートが D ですね。押さえ方こういうふうに変えてます。今まで制覇してたのが中指ルートの、あとは人差し指制覇で下を、この Bm7 スの押さえ方も多分ジャズとかだとよく出てくるかなと。こういうメロディ2弦でやってます。スライドかな。同じとこに戻ってきます。ただ、戻ってきた時にコードが B フラットセブンスのサーティースになってます。ちょっとこの辺難しくなってくるんで頑張りましょう。ちょっとブラックミュージックっぽいかなと思うんですけど、
は制覇してるんで、ここの音は小指 で、この後難しくて僕も苦手なんですけど、ここは僕はもうハンマリングでいってます。このジャズでね、よく出てくるフレーズの一部なんですけど、B、C、E、G って感じですね。これさっきも出てきた C on D、メロディー的にはここですね、 A から B、また戻る。一応コードネーム的には G on B になるかなと。ここが G になるんでね、これが1個足されてるだけなんですけど、ちょっと待って、この後、はい、こういきます。メロディー的には B、G、A でこの D の音、小指から高い G までスライドで上がります。難しいですね。ここは要練習かなと。はい、でこのフォームすごくよく出てくるんですけど、人差し指4弦の、3弦2弦は中指制覇で、小指でトップノートいくんですけど、これは例えば何だろう、コード的には E7th のフラット 13th みたいなのルートがないやつって感じですね。本当はこういう感じなのかな。これもジャズですごくよく出てきて、そのフォームを使ってネオソウルの、フレーズなんかもよくね作られてるので、まあ、覚えておくといいかなと。はい、なのでちょっと辛いかも、はい、2弦ですね、2弦の、ミからファシャープソで弦を上がって、さっき出てきた、G on B、制覇してるところの B、はい、でこれがまたねややこしいんですけど、C の、マイナーメジャーセブンですか、ここをルートいって人差し指制覇の薬指が、3弦フレットで、すぐその下を小指、こういうコードですね。ここはメロディー的
には、スライドで C から D に上がって、またさっき出てきたあのセブンスフラットサーティースのこの形ね、これの小指外したやつ、セクション、これがメロディー的にはさっきちょっと出てきたのに似てるんですけど、 BCEG 最後 D、 これの繰り返しで2回繰り返したら、これ、2和音で同じ形ですけど、高いのが D で低いのが B で、それ平行移動でそのまま5フレットまで下げてもらうと、でこの時にまあできたら D の開放弦、これコード的には C on D なので、この開放弦が鳴ってるといいかなと。この D の音伸ばしっぱなしでもいいけど、今みたいに、四部で刻めるとよりいいんですけど、まあ、ちょっと難しいタイミングが、僕もこれ苦手なんであんまやんないんですけど、まあ、これだけでもいいんじゃないですか。で最後あの音源だとさらにもうワンセクションあるんですけど、そこはあのちょっとコードがね、あの複雑というか、あのサンプリングで作ってるのであんまそこは再現しないで、僕はライブの場合はなんか全然違うものをね入れちゃってます。ここはなんかアレンジしてもらっても全然いいんじゃないかなっていう、もうライブの旅に違ったりするので、あの元々のコードの C メジャー、B マイナーか、まあ G4B A マイナー C on D を繰り返しで、適当に繰り返しで最後は、まあ、C なんですけど、ルートだけ C に行って、あとは開放弦で、まあ余裕があったらここね、ちょうど7フレットがあるので中指でルートだけ鳴らしつつハーモニクスを鳴らすとそれっぽく終われるんじゃないかと思います。はい、いかがだったでしょうか。よいしょ、こんな感じで、ちょっと難しかったかもしれないですけど、ぜひやってみてください。ではでは。